まあ、その結果を出されてる、まあ、バッターなので、でもまあ小学生とかもしかしたら中学生なんかもこんなバッティングできるんじゃないかって勘違いしてしまう子たちもいるかもしれないんですけど、ああそれいるでしょ、それはいて当然だと思う。だから真似していいバッターと真似しちゃいけないバッターっていうのはいるんだ。だから昔で言えば王さんの一本足と落合の打ち方と一郎の打ち方だけは絶対真似するなっていうふうに言われてたけども、真似する子供たちが多かったっていうことでしょ、はい、でもそれが積み重なって自分の体に染みついてそれを治せなくなるっていうような現状も起きつつあるってことじゃん。だからこうやって見れば何が理想なのかよく分かんなくなってくる。でもまあ絶対基本っていうのはあるとは思うんですけど、うん、だからアッパースイングにはアッパースイングの基本があるんだろうし、レベルにはレベルの基本があるだろうし、ダウンスイングにはダウンスイングの基本があるんじゃないのかなというふうに思うしかないじゃん。だから実際にホームラン打ってるバッターはこういう打ち方がするのが多いってことは事実なんだろうから、やっぱりそれが今主流という言い方で済ませばダメなんでしょうけども、ああだから自分の表現したいように表現しなさいっていうような指導方法に変わってきたんじゃないのかなとは思うけどね。それがもうこんな普通のあのインパクトある写真があるんですけども、うん、だからこれだけ見ればね、そんな大して前後がないからアッパースイングには見えないんだろうけどね。例えばその注意点じゃないですけど、例えば小さな子どもたちがですね、まあその基本に忠実に練習をしようと思うと、やっぱプロばっかり見ててもダメということですか。でもそれを教えられる指導者がいるかどうかで、だから今教える指導者って野球経験のない人もいるわけでしょ。とは聞きますね。ね。だから何をもって教えるかだよね。だから俺らって純粋にダウンスイングしてるかって言えば、こうやって分解写真見れば違うはずだよ。だから現実と理想のギャップっていうのはあるはずだから、彼らだって上からこうやって出してるつもりで振ってるのかもわかんないし、だから写真見で、あ、えらい自分の打ち方と考え方違うなっていうふうに感じてる選手もいるだろうと思うしね。